放送席、そしてタイガースファンの皆さん、今日のヒーロー6回1失点8勝目を挙げました伊藤将司投手です。ナイスピッチングでした。伊藤さん、まず今シーズンはジャイアンツ戦2試合連続完封勝利で今日を迎えました。どんな意気込みでマウンドに上がりましたか？そうですね、まあ、2試合連続いいピッチングついてたので、その勢いで、臨もうとしてました。伊藤さん、もし3試合連続完封ですと巨人戦球団史上初という快挙だったんですが、そのあたり頭の中意識はありましたでしょうか？そうですね、まあ、完封したかったんですけど残念でした。ただ6回1失点きっちりと今日も試合を作りましたね。今日はどんなところが良かったでしょうか？そうですね、まあ、ランナー出しても丁寧に低めにしっかり投げることができたので、そこが良かったなと思います。そして1点差でマウンドを譲りましたが、その後厳しい展開の中も伊藤さんも信頼するリリーフ陣がしっかりと抑えてくれました。ベンチではどんなようにご覧になってましたか？そうですね、その後浜地、湯浅、ザキさん、もう本当そのおかげで自分も今日ここに立てるので、感謝してます。斉藤さん、今シーズンの8勝目を挙げて、これで自身皆さん7連勝です。勝ち続けてますね伊藤さん。そうですね、今連勝続いているので、次の登板もしっかり投げていきたいなと思います。チームも勢いに乗ってきました。明日はこのカード3連勝をかけて戦いますが、チームを代表してファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、まあ、チームも連勝続いているので、ご声援よろしくお願いします。見事なピッチング伊藤投手でした。放送席どうぞ。